シャープシャープ製のスマートフォンアクオスフォン SH-09D ドコモネクストシリーズアクオスフォンゼータ SH-09D はシャープによって開発された NTT ドコモの第3.9世代移動通信システムと第3世代移動通信システムとのデュアルモード端末であるドコモネクストシリーズの一つアクオスフォーンブランド NTT ドコモ向けの初代 フラッグシップモデルであり、製品名のゼータはアルファベットの最後の Z と同じ形のギリシア文字でギリシア語で最終の究極のという意味を持つ。キャッチコピーは大画面省エネの4.7インチ HD 液晶搭載クシー対応ハイスペック防水スマートフォン。シャープ製の端末では初のスーパー CG シリコン液晶を搭載しており、 従来の CG シリコンに比べて透過率が向上したことで明るく鮮明な表示とバックライトの省電力化を両立。さらに液晶にメモリを内蔵することによりメールや写真などの静止画表示時は CPU の画像伝送を停止しシステム全体で高い省エネルギー性能を実現している。また、スーパー。 CG シリコン液晶の搭載とエッジ2エッジ設計を採用することにより液晶左右のフレームの額縁をスリム化することで画面占有率が約70%の4.7インチ HD 液晶という大画面を実現させた。シャープ独自のタッチ操作チューニング技術によりタッチ操作に対する反応性と滑らかなスクロールを高次元で両立しスムーズな 動きを実現させた。液晶画面の下部には7色に輝くアーチカーブラインイルミネーションが搭載されている。ユーザーインターフェースはドコモパレット UI とシャープとデザインハウスのフロッグデザインインクとの共同開発によるフィール UX が搭載されている。オリジナルの音楽プレイヤーアプリミュージック N プレイヤーを搭載するとともに LP の採用により 約45時間の長時間音楽再生に対応している。メインカメラはノイズの少ない高精細画像と高い色再現性を実現する画像処理エンジンプリピックスを搭載。高感度低ノイズを実現した1210万画素、利面照射型 CMOS センサーを採用。バッテリー容量は 1900mAh で置くだけ充電に対応。電池の改善により、 置くだけ充電での充電時間も短縮し、AC アダプタ使用時と、ほとんど変わらない充電が可能となった。2012年8月1日、ドコモのカタログや製品ページから、製品情報が削除され、発売終了となった。現在はお客様サポートのページのみに掲載されている。わずか1ヶ月で発売を終了するという異例の事態となった。原因は、 クアルコムのチップの供給不足としており、そのために生産が追いつかなくなってしまったと見られる。もともとチップの供給体制が夏までに間に合わないことは、シャープも含め各端末メーカーが認知していたため、アクオスフォーンゼータシリーズでは珍しく、カラーバリエーションがホワイト一色のみとされたが、それでも生産が追いつかなかった8月1日の時点では、 生産終了とされていたが、ドコモのごはじめであることが判明し、翌2日には訂正された。取扱い上は発売終了だったが、生産は継続されていたため、各店舗に細々と入荷していた。どの店舗でも、店頭での実機の展示を取りやめ、モックだけが、ポツンと置かれている状態だったが、機種そのものは優秀で、人気だったため、常に、品薄状態が続いた。 生産予定数より増産することなく、本期の生産は正式に終了した。アップデート内容は2013年7月29日に公表した内容と同様。ありがとうございます。